殺人予告した人物を身動き取れない状況に追い込もうとしたんだ。ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか。それでも一人の犠牲者も出さないと宣言した以上は放っておけない。藤崎千尋を殺した犯人は中の人間を外に出さないためだったんだ。とにかくこの資料には ジェノサイダー小事件の特徴が克明に記されていた。No te preocupes, Yosho. Estoy seguro que te vas a inspirar en el torneo y le darás una señora sorpresa a tu primo. Esa voz, Wilfred, ¿eres tú? Al fin te encontramos, hermanito. そんな強い責任感が彼にこの脅迫を信じ込ませちゃったんだよ。真っ暗の中でそれをすぐに戻すなんてなぜありえない。では犯人はなぜ知っていたんだろうな。犯人と警察上層部しか知らない どうしてバラしたのという意味だ。もし別の用途で使ったというなら、どこでどんな使い方をしたのか説明してもらおう。その理由は一つしか考えられない。部屋の持ち主である苗木か、昨晩だけ部屋を交換していたという前園。